滋賀県立陶芸の森は、滋賀県甲賀市の滋賀楽高原にある美術館とコンベンション施設と研修施設を備えた都市公園。滋賀木焼の情報発信と文化、産業の振興、人材育成、文化創造の環境提供、そして県民のレクリエーションを目的として1990年6月に開設された。公益財団法人滋賀県陶芸の森が、 指定管理者として管理運営を行う。六雇用の一つしがらき焼きの産地として有名なしがらきの市街地を見下ろす丘陵に位置する面積40ヘクタールの都市公園で自然の地形と森林を生かした公園内には陶芸専門の美術館、展示館、研修館を分散して設置し遊歩道を巡らせている。野外展示場、星の広場のほか 園内の至るところに当事設で創生された陶芸作品が野外展示されている。2008年に発足した日本の当磁専門公立博物館で構成される組織当磁ネットワーク会議の創立メンバーである。当磁ネットワーク発足全国の6巻連携、佐賀新聞ニュース、ザサーガ新聞佐賀のニュース、ありがとうございます。